ドローンクストウォーク。はい、皆さんどうも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャ引いていきたいと思います。今回は新しいガチャが出たということで、はい、とりあえずね、ジェムを使って100連までピックアップ武器が出るまでですね、やっていきたいと思います。というわけでですね、まあなんとか今回でピックアップの武器を手に入れたいところではあります。はい。ということで、まあ早速ね、やっていきたいと思います。まあまずはですね、いつものことながらですね、CM 付きの1日1回無料の、ガチャの方をやっていきましょう。はい、CM が長そうならちょっとカットしましょうかね。はい、CM が始まらないですね。ちょっとカットしましょう。はい、CM が終わりました。ガチャがスタートします。はい、銀の宝箱スタート。これはまあ無理でしょう。はい、外れです。はい。というわけで、まあいつもごとくですね、まあ外れてしまいました。ということで、ちょっとね、このままだと流れがあまりよろしくなさそうなんですが、ボーナスダンジョンはね、今週のもん使ってしまいましたんですよね。ということで、どうしようかな。はい。まあまあ、とりあえずちょっとね、流れをね、変えるためにちょっと時間は経つんですけれど、かかるんですけれど、はい、ガメゴンをですね、討伐していきたいと思います。はい、ちょっとガメゴン用のパーティーに、まあ、しようと、間違えた。こっちですね。はい、こっちにします。ちょっと、はい、パーティー整備の方をしていきます。はい。はい、ではですね、ガメゴンロードの方をですね、やっていきたいと思います。はい、まあ以前もですね、ちょっと動画はアップしてるんですけど、その時と、まあちょっとね、パーティーの方は変わって、おります。はい、あ、しまった。まあまあいいや、はい。まあまあ、仕方ないや。まあまあ、とりあえずやっていきましょう。ちょっとね、右を縛りたい。はい。ちょっと縛れ、あ、ひざ、ちょっと残念ながら縛れなかったですね。ちょっとね、甘い気を食らってしまいますね。ということで、まあまあ、ここは仕方ないでしょう。行きましょう。甘い気で、一人でも眠らないことを、まあ、祈りつつ。はい。ちょっと今回ね、ちょっと間違えましたね。はい。で、はい。まあ、ここは、ブラインドショットを打っていきます。はい。はい。で、大神官がですね、プニプニ肉球ロットなんですよね。で、本当はですね、ゲンマ王の爪を持たせてる予定だったんですけど、ちょっとパーティーを変にいじってしまって、間違えました。ゲンマ王の爪でですね、この、ブレス封じ入れて、甘い気を、防ごうと思ってたんですけど、ちょっと間違ってました。はい。忍者眠っちゃいましたね。はい。起こしてほしいな。攻撃して。はい。あ、縫われてしまった。うん。はい。まあ、剣士はね、攻撃力上がりましたので、まあ、バンバン攻撃してみましょう。まあ、いざとなったのに、フォースブラストが使えます。はい。で、まあ、ブラインドショットで攻撃していきます。はい。はい。ザメハ持ってないっすよね。うん、大神官。ザメハあったかな？ないよな、ないよね。ないみたいなので、とりあえずアンコールで魔剣士を動かしていきます。一番火力出るでしょう。はい。お、剣魔ゴイツ入った。いい感じじゃないですか。ミスは痛いっすね。うん。よし。ああ、ちょっと、魔剣士がまた動き止められた。はい。まあ、ええでしょう。とりあえず、はい、忍者。結構ミスが目立つね、今回は。まあまあ、ええでしょう。多分勝てるっしょ、これは。はい。はい、ちょっと、早ガチャ引きたいんですけれど、結構、ね、4分経ってますね。すいません。ちょっとグダグダしておりました。
ラリホーまたラリホー食らいましたね。はい。まあ、そろそろ倒せるでしょう、この後は。はい。というわけで、ガメゴンロードを倒しました。とりあえずね、ガメゴンロード、50回ぐらい、ここら攻略したかな。うん。で、まあ、S は1個持ってます。直 S がね。うん、というわけで、まあ、これで流れはちょっと変わったかなと、思いたい。はい。ホコラランク、プラチナ3になりました。はい。ということで、新しいガチャが、まあ、出たということで、ジェムを使って、ピックアップ武器を取りに行きます。最悪のパターンはですね、100連、ジェム100連投入したけど、まあ、ピックアップ武器が出なかったというパターンになります。はい。まあ、ちょっとね、ドラクエ6イベントとか、まではですね、結構いい感じだったんですよね。まあ、ちょっとスカウトのブリザードが出たんで、ちょっと、はい、倒していきます。まあ、こういうことをするとね、また時間がかかるんですよね。はい。まあ、とりあえずこれだけで、はい。最近はね、スカウトモンスター仲間になりやすいキャンペーンになっておりますので、あ、今回仲間にならへんかったな。はい。まあ確率はね結構上がるんですよね。ということで、まあ余計な話はさておき。お待たせしました。それではですね、新しいガチャの方、なぎさの勇者姫装備ガチャ。これもまた水着装備になるのかな。ね、はい、水着ですよね。はい。はい。鎧下。盾はなし。まあこれ、両手剣になります。大体剣という形になるのかな。大太刀葵ということですね。まあちょっとこれを、はい、狙っていこうと思います。無料チケットあるんですけど、まああえて最初からジェムで投入していきます。お願いします。とりあえず最初、100連。金色宝箱1個で空の演出がまあまあ、ですか。虹色はなしですね。はい。最初の、10連は、まあ、大外れでした。はい。行きましょう。次行きましょう。はい。お願いします。ちょっと今回も、あ、全部銀色か。ちょっとこれ厳しいな。また、外れが。お、虹色2個来た。よかった、よかった、うん。こういうこともあるんですね。時々。ということで。まあでもね、ノスラミチのカットインはなかったということで。はい。はい、目玉焼き、王者の盾、SP 装備です。はい、頭いただきました。ありがとうございます。まあ、武器だけでいいので、とりあえず、まあ、頭出たことは、まあ、よしとしますが、とりあえず早めに武器、お願いします。武器です、武器。はい。まあまあ、でもとりあえずね、これが当たったのは、水系耐性ありで、まあ、あとは、まあ、イオの攻撃力アップですね。はい。ということで、はい。まあ、MP 回復とかもね、あるんですね。まあ、それはそれでいいんじゃないでしょうか。はい、お願いします。30連目、金色宝箱すでにある。しかし、空の演出がしょぼい。これは厳しいな。この金色宝箱が虹色になってくれないですね。はい。というわけで、金色宝箱はね、まあ、意味がないので、ということで。はい、では、40連目行きましょう。お願いします。そろそろ欲しいね、ピックアップ武器。はい。あー、ちょっと金色宝箱が2個あるんだけれど、空の演出が弱い。まあでもかろうじて虹色2個来たかな。どうだろう ?1 個だけかな。ちょっとあんまよく見てなかったですね。ここは虹色ね、見たんですけれど、ちょっと虹色1個だけだったかもしれない。すいません。その場合は時間の無駄になりますね。どうだろう。もう1個あったよね。見間違いかもしれない。あ、見間違いかもね。あ、すいません。失礼しました。見間違いか、やっぱり。あ、やっぱり見間違いか。はい、失礼しました。はい、というわけで50連ですね。はい、50連目行きましょう。はい。はい。はい。今回は金色宝箱4つですね。空の演出、ちょっともうちょっと欲しかったな、演出が。ね、虹色1個だけか。うん。金色宝箱4つあったのは良かったんですけれど、うん、まあ、なかなかね、最初の宝箱配置と、宝箱運とですね、空の演出、ね、オーロラ流星という最高の演出が、の組み合わせが良くないですね。ちょっと今回オーロラ流星が出てこないですね。はい。ちょっと待って、最後だけ。まあ、バトルシールド2回目や。はい。
ちょっと虹色がちょっと今回ね、全然出てこないですね。ちょっと前。ちょっと今回100連出ないかもしれないですね。最悪のパターンかもしれません。はい。金色宝箱が、3つかな。オーロラ流星。はい。演出としては最高なんだけど、ちょっとね、クスラミシのカットインがなかったですね。はい。まあでも虹色2つ来ました。1個は確定、虹色1個は確定してるので、まあ自力で1個だったということになりますけど、まあとりあえずピックアップ武器が入ってるかどうかが一番のポイントです。はい。お願いします。はい。ゴシックパラソル。いいですね。はい。はい。もう1個。お願いします。はい。ゴシックパラソル2個か。はい。ということで、ちょっと装備をちょっと整理しましょうか。流れを変えるために。あんまりちょっとね、流れがよろしくないですよね。ということで、ちょっと武器というか装備の方を売却していきたいと思います。はい。ちょっと盾とかね、まあ防具の方はもうこういう感じで、どんどん星さんとか売り払っていこうと思います。はい、ちょっとこれをお見せしても仕方ないので、ちょっと、以降はカットします。はい、在庫整理の方をしてきました。ということで、ガチャの方をですね、引いていきましょう。60連まで引いてですね、ピックアップ武器、このね、体験が出ません。ということで、ちょっとね、早めに出してほしいんですけれど、いかがでしょうか。ちょっとね、まあ、最悪200連の天井まで行く可能性はありますけど、まあ、ちょっと今日は100連までということで、あ、ちょっと今回も演出がしょぼいですね。はい、はい、今回も大外れ。ちょっと今回はね、運が悪いですね。はい。まあ、今までがちょっと良すぎたってところも、まあ、あるとは思いますけど、はい。ちょっと今回も、空の演出はね、いいんですけれど、はい。津波地カットインは、なし。虹色かろうじて1個来たか。ちょっとね、空の演出は良かったんですけれど、最初の宝箱が全部銀箱だとね、結構厳しいんですよね。はい。というわけで、今80連目ぐらいでしたっけ。100連で、ピックアップで出ないっていうのはね、結構精神的に来ますよね。はい。お願いします。はい、ということで、王宮魔術師ローブでございました。ちょっとね、ここまでやってきて80連でピックアップ1個か、まあ1個あるだけマシと思うか、まあでもちょっと寂しいですよね。金色宝箱3つだけど空の演出がちょっといまいち。はい、ちょっと残念ながら虹色なしということで、ちょっとね、今回は残念な結果になりました。まあ、ここはね、ピックアップなんですけれど、まあ、そのピックアップがですね、虹色すでに1個あるということは、虹色2個以上確定か。はい。はい、ということで、まあ、このね、ピックアップ確定のところがですね、ピックアップ武器ならいいんですけれど、まあ、防具だとちょっと残念ですよね。はい。ということ、あ、さっきと同じのが出ましたね。はい。まあ、ちょっとこれもね、最後のね、虹色宝箱ピックアップ枠なんですけど、頭だと最悪ですよね。3つ被ってなんやねんという話になりますけれど。はい。まあ、とりあえず武器なら OK。武器なら天国。頭なら最悪。あー、下か。はい。というわけでですね、まあ、ちょっと今回は、まあ、100連でピックアップ3つ、そのうち頭が2つで、鎧下が1個という、まあちょっとね、残念な結果となりました。まあまあ、ちょっとここはね、まあ仕方ないですね。ということで、まあ、またね、明日以降も、はい、ピックアップ武器を狙って、まあ引いていこうと思います。まあね、動画を見て、くださっている方々には幸運が訪れることを願っております。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！